さあすぐさま名古屋もボールを前に送って、石川インサイド切り込む、そしてランダル、バスケットカウント、つなげていきました。今のは筑波のファールでした。個人ファール1つ目、そして香川チームファール1つ目です。まあ、非常にハイペースな流れで得点が動いています。ここは外から野崎が狙った、オープン、外しません。野崎レイヤー、外に振って中にいるランダル、谷口マッチアップ、サイバースルグ、スリーポイントシュート、決まりました。このシーズンでは2本目となるスリーを決めました。さあここでスイッチ、ウッドベリーに預けて、さあウッドベリーが切り込んでいく、ここは強引に行ってバスケットカウント。そうです、こういった状況でも決めきるのが香川のエース、ウッドベリーです。ここはかなり強引にアタックしていきましたが、ランダル、これインサイド外に送って、相馬のスリー決めてきました。昨シーズンスリーポイントシュート成功率トップの相馬。石川、野崎、ボールをつなぎ合って、これ一気にインサイドキックアウトして、相馬のスリー、ここが決まった。谷口はバウンスパスでバーグを狙いましたが、ランダル奪う、そして野崎が走っている、そしてエヴァンスのダンク。シュートをどんどん打つことは自分のスタイルでの強みでもあるというふうに言ってました。これもう一度インサイド、ランダルです。ウッドベリーとのマッチアップ、ランダル個人技でいく、ここを決めきる力、パスアウトしてジョーンズ、フェイクからインサイドジャンパー、これを決めた、バスケットカウント。ここも高い位置で石川に当たる、相馬が受けてすぐさまスリーを狙う、クイックで打っていきました、相馬拓也。相馬、クエリの壁を使ってインサイド、そしてクエリが飛び込んでピックアンドロールからバスケットカウント。なかなかこれを止めるのは至難の技。谷口のファールでした、個人ファール3。ここをしっかりスコアつなげていきたい、ウッドベリー外に振ってすぐさま谷口が狙う、3本目の3。こちらも前節はゲーム2リバウンド、スコアです。さあラストオフェンス、最後までブースターに熱い姿を見せてくれ、幸次郎。八代が決めました。そしてここで試合終了、98対64。